今海の中に潜ってます。海の中に潜ってます。はい、綺麗ですね、立山の海。ボコ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 ボ、今海の中に潜ってます。シュコーシュコー、海の中で喋ってます。シュコーシュコー、これでこれ前生まれたんだよ、この間ちっちゃかったんだよ。苔が生えてますよこれ、伊勢エビの頭に。はい、こちらが 500m ぐらいある桟橋になります。やっと雨が晴れてきました。はい、お次はこちらです。たくさんのサインが並んでおりますね。ジンベエ様の剥製ですね。すごいですね。本日もやってまいりました、沖ノ島です。規制が入りましたね、今ここカットですね。これ先ほどの岬ですね。ではもう一度今日も一周してみたいと思います。超でかいのがいました。超でかいカニがいました。これやべえ、これ絶対捕まえて持って帰んなくっちゃ。本当にひどい人たちですね。ここですね、この間も来たんですけど、こっから下はこの間降りられなかったんですけど、危なかったので、またこちら謎の洞窟、あれまた来ました、ね、こっから銃でその撃ってたっていうのもあれですね。はい、断崖絶壁やってきました。もう結構やっぱりゴールデンウィーク来て10日前ぐらいにも来たんですけど、またまたやってまいりました。神社があるんですね。はい、これここにみんなつけてるんですよ。これはここにですね、神社のここに1本あるんですよ、お一人様1個まで。はい、でみんな定番のハートですけど、この人は結び方上手ですね。これは頭いいですね。結構見ると、これこちら星形、こちらもハート、なんか俺初心者マークみたいなのにして、うん、いいっすね。できました。いいこと言う、ね、本日もやってまいりました。クリスマス以来来ていなかったので、いつものペンションシーガルさんです。とてもねおしゃれでですね、このようにですね、今日もいつもの部屋で行けるでしょうか。わざと映るんですよね、この人。これがシーガルさんの自己自慢の料理になります。これ見てください、とても美味しいんですよ。これは定番のメニューでやらさせてもらいました。これです。森さんは1回同じくね、サバ、スズキで、その下の段に行ってマダイ、イサキ、ヒラメの昆布締め、メジマグロ、でカマス、カサゴ、キンメダイ、ホッキガイになってます。カマス、おしゃれですね。
あ、うまい。塩ご飯。はい。夜はこんな感じで。とても寝る部屋はいつも通りあそこです。